皆様こんにちは、大場久美子でございます。タイトルにもありましたように、お料理動画をしばらくお休みさせていただこうと思っております。実はですね、先日ボランティアで炊き出し のお手伝いに行かせていただきまして、でその時のですね映像をですね、スタッフが編集してくれて流させていただきました。でお手伝いに行ったところはその日は毎週生配信をされてまして、ずっと流しっぱなしっていうところだったんですが、私もそのボランティアの方たち、人助け YouTuber の皆さんなんですけども、ずっとも、そうですね、彼たちがハンバーグをですね、配るところから、もっと温かいものを何か食べさせてあげたいっていうんで、仲間が集ってキッチンカーを自分たちでお作りになって、そこから生配信をずっと、もうコロナ禍休まずに困ってらっしゃる方たちのためにお弁当を配るという生配信をしてらっしゃる皆さんなんですね。で私もその最初の頃から拝見していて、私もボランティアつながりでそのボランティアをYouTube を見ていますと、そういうおすすめっていうのが出てくるんですね。それでそのメンバーの人たちのことを知っていたんですけれども、で知り合いになってから時々ですね、その困った方たちにお弁当をお配りするお手伝いを支援物資とともにお手伝いさせていただいてたんですけれども、初めてそのメンバーの皆さんが子ども食堂をやられるということで、キッチン、お部屋が今年からあるようになりまして、野外のそのキッチンカーで調理するんではなくって、でコロナ禍やはりその、お弁当の数もどんどん増えていってる状態で、そのキッチンでこなしてらっしゃるということだと思うんですけれども、そこに初めてお邪魔いたしまして、お弁当作りを手伝わさせていただきました。でその日はですね、私はいつも作ってらっしゃるメニューのお手伝いと思っていたんですが、急遽麺を作ってほしいというリクエストがありましたので、かしこまりましたということで、材料を買って持参したわけでございますけれども、そのなぜその料理動画をですねお休みさせていただくというのはですね、その編集したその日のその生配信では見れない部分をなんとなくご紹介できたらいいなっていうふうに思ったんですね。でとかくやはりその、ボランティアっていうのはその映像の中では収めにきれないもう準備ですとか、その生配信やってらっしゃいますけど、その生配信もカメラで映ってないところで、とてもすごく活動をなさっているのを私はこの目でずっともう何ヶ月も見てきて、でそういうのがなんか皆さんにもうちょっと伝わったらいいのになって、私なりに個人でちょっと生意気なことを思っていたんですね。で本当に映ってないところでのご努力とか労力とか、そのお弁当配る相手の方のコミュニケーションとかもとても素晴らしくて、で皆さんも勉強しながらどんどん成長していって行かれて、で初めて今回参加させていただいたんですが、その私が流した動画の中で、結構私がその大声で喋っていると、で料理をする時はその、大声を出さないで喋らないで、うちでお家でやる時は家族なのでワイワイできますけども、その誰が食べていただけるかわからないお弁当のところで喋るというのはいかがなものかというご指摘を多々いただきました。本当にその点につきましては皆様にちょっと不愉快な思いをさせてしまって本当申し訳ございませんでした。
それとともにですね、ちょっと言い訳みたいになっちゃうんですけれども、4時間弱の動画の中で、まあ喋ってるとこっていうのは本当にごく一部だったので、その編集してくれるスタッフがその喋ってるとこだけを、まあ、編集してくれたという、この件につきまして、スタッフともいろいろ話し合いをしました。はい、でその結果、そのスタッフとしてはその喋ってるところを、なるだけ喋ってるところを、元気なところを使いたいということでつなげてくれたそうです。それであとは声が大きいというのは、そうですね、その、まあボランティアやっている中で、そうですね、皆さん時間内の中で120食作るということで、さすがに手を空いてる人いませんかとか、ちょっとこっちとか、これやってとか、これどうしようとかいう感じで飛び交ってはいたんですけれども、何せ私役者でして、一文字一文字をですね、言葉をはっきり明確に言うっていう、まあもう50年やってきまして、で私もちょっとね、ビデオ編集する前のビデオを見ていて気になりました。はい、でマスクもちゃんとつけて、三角巾つけてエプロンしてるんですけれども、私がカメラ側にいて、で中の人に声をかけてっていうところなんかは、やはりその私の声の方がすごく大きく入っていたりとか、あとは一言一言が明確にはっきりと聞こえるっていうところで、多分これは私の方がボリュームが大きすぎるなと私も本当感じました。はい、でちょっとそういうことを言うと言い訳になってしまうんですけども、映像ということに関して、まだそうですね、50年やってきて、映像に携わってきて、映像をある意味撮影、自分で撮影するっていうのはなかなかなくって、編集も編集したことないスタッフがやってくれるというのもなかなかなくって、でもこういうふうな動画を流したら、こんな言葉を使ったらどんなふうに皆様のお気持ちに響くなってっていうところで、私たちなりにやってきたんですけれども、映像を見る限り、はい、皆様のご指摘の通り、皆様の食べ物を扱っている時に大声を出して何騒いでるんだっていうように、本当に私も感じました。はい、でそれはやはりね、大きな声出してるように聞こえるとか、それからそのなんですかね、騒いでるとかっていう、その以前にですね、その映像の何ですかね、言葉がうまく言えなくてすみません、映像の仕事に携わってきて、やはりですね、やはりもうちょっとしっかりと YouTube というものと、それからボランティア、食事を扱うということ、そしてそのプラスアルファ、私たちのそのボランティアの元気パワー、そして温かいものを食べていただきたいというお気持ちを全て合体するにはどうしたらいいのかなっていうことを、改めてやっぱりその映像のプロとして考え直さなきゃいけないなっていうふうに私自身思いました。はい、だからって言ってそういうことをやったとかやってないとかいう問題ではなくって、もう基本的な問題で、皆様がやっぱり気分よく楽しんでいただける動画っていうのが目的でございますし、ボランティアに関してはもうとにかく食べることが難しくて、お腹を空かせている方たちがお腹いっぱい食べていただく、で困ってる人がいたら困ってることの少しでも役に立てるっていうのがもう基本でございますので、で全てやっぱりその裏方のことまでお伝えするっていうのはなかなかちょっと難しいんですけれども、それでもやはりね、皆様のお気持ちにマイナスの方に響いてしまうような動画作りをしようと思ってやってるわけではないんですけれども、結果的にそういうふうに
なってしまったなっていうのは本当に反省点でもあり、これからクーミンチャンネルも改善していかなきゃいけないところだと思っております。はい、で衛生管理に関してですね、うちのスタッフとも話し合いをしました。そして先方さんにも連絡をさせていただきまして、こういうご指摘をいただきまして、で私がなんかちょっとやっぱりご迷惑をかけた形になったのかなということで、それを全て正直に私の気持ちも申し上げたところ、先方の衛生責任者の方が衛生的にも全然問題がないということでは言ってくださいました。はい、で画像にはないですけども、何か去るたんびのその手指消毒ですとか、そういう、細かいことも含めて現場全体を見た段階でそういうふうに言ってくださいました。はい、で何事もなくご報告では皆さんおいしく召し上がっていただけたということだったので、よかったかなと思っております。で最初に申し上げましたその料理動画を休むという感じで、そうですね、YouTube というものを、初めてトライしてみて、で私一人でやることになりましてね、で YouTube チャンネルは前からあったんですけど、編集はできない、音楽は入れられない、文字は入れられないっていう中で、どうやったら YouTube できるんだろうってずっと2年間ぐらい大好きな YouTube 悩んでたんですけれども、カメラを置いてね、カメラ回してみれば役者だから喋るだろうっていうところから始まって、でコロナ禍で現場の仕事が少なくなりまして、で主人が一生懸命働いてくれてるので、もう私がここでダラダラとしてるわけにも気分的にいかず、主人のお弁当を作り始めた。でそれを動画でワンカットで、無編集で、本当もう見づらくて申し訳ないっていう感じで回し始めましたということで、1年間はですね、毎日投稿をとにかく続けてみようということで、おかげさまで登録者の皆さんもたくさんご登録いただきまして、本当にグッドボタンっていうんでしたっけね、はい、高評価も毎回押していただきまして本当にありがとうございます。クーミンチャンネルも本当に皆様のおかげでもう じっくりとしっかりと歩んでこれてると思います。はい、歩んでこれてます。で1年間ちょうど1年1周年っていうことでリーマンパパ弁当生配信させていただきましたけれども、1年間はどうしても1年間は毎日投稿を頑張ってみようと目標を立てて、それがクリアになって、でその後も結局その後はまたちょっと新たに考え直すっていうか、新たに仕切り直して、クーミンチャンネルってどんなことをお伝えしていったらいいのかなって、カウンセラーの、お伝えしたいこともあるし、それから犬を飼ってて老犬介護でお役に立ってるっていうお言葉をいただきながら、こんなことを知りたいっていうのをいただきながら、その3本立てでワンチャンでちょっと発信させていただいてたんですけども、1周年、1周年毎日投稿ができたという達成ができましたので、ここでまたね自分の気持ちを新たに気持ちを初心に変わりましてやらせていただきたいということで、ちょっと更新動画アップが少し少なくなるかもしれませんということをね寄せていただいたんですが、結局、毎日投稿しておりました。で今回のことがありまして、ちょっと私もですねもう一度映像として自分がそのボランティア参加するにあたって、料理をするにあたって、食べ物を扱うにあたって、どういうふうにやってたらいいのかっていうのをちょっと考えたいなっていうふうに思いまして、お休みをいただくことにしました。本当申し訳ございません。ありがとうございます。わがまま言いまして。で、お弁当もね、すごくね、楽しみにしてくださってる方がもうたくさんいらっしゃってね。で、毎朝、
10時にお弁当でなくても、まあ、10時に午前中その、ブログ動画をアップするっていう方は少ないっていうふうに言われたんですけれども、まあ、10時ということでやってきたので、まあ、同じ時間にということで続けてまいりました。で、まあ、そんなわけで何がっていうわけじゃないんですけれども、何かちょっと、毎日こう、追われる介護とか、まあ、ちょっと仕様のことなんですが、私コートで申し訳ないんですけど、追われる中でちょっと一旦ね、お休みをさせていただいて、いろんなまた新しい皆さんに喜んでいただけるような企画も考える時間も少し交えつつ、今回のことをね、熟女と日数をかけて、日数をかけてちょっと自分なりに考えてみたいなと思いました。はい。で、とにかく、まあ、食べ物に関して、まあ、うちの中ではね、リーマンパパが、まあ、食べてくれる、今はね、親戚も集まるわけで、なんかリーマンパパが食べてくれるだけなんですけども、手指消毒、まあ、キッチンの消毒を、まあ、いろんなものを済ませてから料理をするとか、でも、やはり時間内にね、お弁当作ってリーマンパパを送り出そうっていうのがちょっと間に合わない時もあるんですね。で、間に合わないっていうのは多分私が料理をこだわりすぎてるのだと思うんです適当にっていうんじゃないですけど、ちょっとパパパッと卵焼き作ってお肉パッて炒めてご飯にポンっていうんじゃなくって、主人はちょっとお昼が主食なもんですから、朝はもう今まで結婚して10年ちょっと食べてなかったりとかで、最近ではお弁当作ってるのは朝食べてるみたいなんですけれども、で夜も本当に余り物みたいな感じで、食事っていう食事はもうほぼ私たちなくて、お昼がメインなので、なんとかそのお昼で栄養のバランスを取らせてあげたいななんて気持ちもあって、まああれやこれやとね、時間内にまあ欲張っていたこともあるんですが、まあ、ちょっとね、老健介護が少し落ち着いたらね、また違った形で大好きな料理をですね、でそして家族のためにね、作るところを皆様にご覧いただけるんじゃないかなと思って、で私ね、すごいおちょこちょいなんですよね。決してその笑いを狙ってるわけではなくって、本当に自然のままの私をクーミンチャンネルは出させていただいてます。だからテレビのちょっとイメージとあまりにもちょっと違いすぎるので、おばさんってこんな人だったのって、もう本当 YouTube 始めたから本当たくさんの方に言っていただくんですけども、まあ、こんな感じなんです。本当皆様にね、支えていただきながらの私でもあり、そして皆様育てていただいているクーミンチャンネルだと思っておりますので、今後ともね、どうかこんな私ですけどもよろしくお願いしたいと思います。それでお料理動画はそんなわけでお休みをさせていただきます。でいつまでっていうのがまだ自分の中でなくって、まあ一昨日昨日の今日なので、はい、ちょっと、まあ、ゆっくりと考えさせていただけたらなと思います。あとは老健介護の方ですね、ちょっとエミの状態があまり思わしくなくて、ね、いろんな機械を導入したりとか、お医者様との話し合いとかいう中で、まあ、老健介護という形から家庭の医療介護に変わってきているんです。でそこで先代のワンタの時にはですね、まあ初めての転換とかいろんな症状とか、私もいろんな方の YouTube を拝見して、まあ包み隠さず、こんなものを流しちゃうのかなっていうようなものは私にはとても助かって、それでお医者さんがやっていない夜なんかはですね、それでちょっと介護が助かったみたいなこともたくさんあって、これはもうやはりその私自身の、まあ、家族にも相談してね、これは私たちも助けていただいたんだから、もしお役に立てることがあるんであれば発信していこうということで決めたことなんですね。でいろいろ酸素質とかいろんなものを今までの子たちも使った子もいるんです。はい。で、そういう経験なんかも踏まえて、お役に
立てるかどうかわからないんですけど、なんかそういう配信をしてほしいというあのリクエストもいただきまして、本当にありがとうございます。というわけで、今日はですね、これから、13時今何時になっちゃったかな、13時予定で老犬介護、今日明日、そして来週の同じ曜日の、2日間、4本で、この動画はですね、ちょっとすいません、ヘビーになってます。はい、エミの、体調の、変わり目といいますかね、今まではそこまではっていうのが、今までこういう今後それとお付き合いしていくのかなみたいな感覚の、あ、ごめんなさい、今子どもたちをチェックしましたら、介護してる、すいません、時々見させていただきます、ありがとうございます。で、そんな中、例えば自宅保育やったことがないけどもお医者様に勧められてっていう方とか、あとは酸素室なんかももちろんたくさん使ってらっしゃる方もいらっしゃるし、うちの意味は必要ない必要ないって今まで言われてたんですけれど、ちょっと導入しようという思ったきっかけがありましたので、今日と明日の動画でそれを皆様にお知らせさせていただけたらなと思います。それでまた同じような症状でね、酸素吸入してみたいな、お医者さんに相談、獣医師の方に相談しながら取り入れてみたいなっていう方とかいたらね、ワンちゃんのためにね、少しでもなったらいいかなと思って配信をさせていただこうと思ってます。で、老犬介護と、それから本業である、仕事が、このコロナ禍、やっと先月から少しずつ現場が始まりまして、その楽屋トークというのも皆様に楽しんでいただけているというね、コメントいただいて本当にありがとうございます。楽屋トークですとか、仕事場の現場の様子ですとか、あとはそうですね、動物の介護、はいですね、そこら辺をですね、今まで通り発信をさせていただきます。はい、であとは日曜日のですね、毎週10時に出てくる妖精ちゃんっていう、はい、シリーズがありまして、でそれはですね、変わりなく妖精ちゃんは出ていきたいというふうに言ってると思いますので、ご覧いただけたらなと思います。はい、というわけで、お料理動画、もしかしたら説明になってないかもしれないし、言い訳だけの動画になってしまったのかもしれないですけれども、私なりにやはりね、もちろんそうですね、リーマンパパ以外の人たちに食事をとっていただく、もうもちろんこのコロナ禍ですから、とっていただくということにはもう本当に神経質になるぐらい衛生管理はしていたつもりなんですけれども、やはりその私の言動とかその映像とかで、それが結果的に皆様の心に響いてしまったというのは本当に申し訳なかったと思います。すみません。でそういう面でこれに関してはやってもね、やりすぎってことはないので、今まで以上に皆様からのご指摘も踏まえて、はい、また楽しく料理をしつつ、そしてもうたくさんの方たちになんかお腹いっぱいになっていただきたいというですね、はい、活動はこのまま続けていきたいと思っております。なので今後とも、はい、くうみチャンネルどうぞよろしくお願いします。ということで、ちょっとまだいつまでって期限はないんですけれども、料理に関する動画をお休みさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは今日はちょっとお心に響いてしまうかなっていう方はちょっと控えていただいた方がいいかなっていう動画にはなってますけれども、老犬介護を13時に発信をさせていただきます。もしなんか同じワンちゃんのご病気とか24時間介護なさってる方の少しでもお役に立てたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。